いや待ってますよ待ってますよね。やっぱりちゃんとこう机をきれいにして、引き出しの中をオーブンが爆発しちゃって使えなくなって。こんにちは。こんにちは。さて2月になりまして、はい、暦の上ではもう春と。そうですね、なりましたけれども ね、はい、寒いですけれども、それよりもこう雪があるっていう嬉しさがこう粉雪、なんだっていう。なるほど。出勤すごく楽しかったです。雪がある方あえて歩くみたいな。今週のサタフク特集はですね、金子さんが行ってきました。内容はそうなんですよ、もう来週に迫りました、バレンタインデーですね。もうそうか、そんな時期ですか。やっぱ1年で一番気になります。なんでなんでですか、いきなりそんなに待ってるように見えますか。なんとなくカッコつけるとこがあるんでこの日はやっぱ気にするのかなって。そんなに思ってるなら絶対ください。いろんな人にいろんなものをあげなきゃいけないなって、はい、女の子もやっぱ悩むんですよ。いわゆるそのギリチョコみたいな。ギリチョコとか、はい、この人には何あげようかなとか、もちろん意中の相手には手作りもする子も多いでしょうし、はい、そんな時に本当に参考にしてもらいたい、特集、本当にいろんなもの回ってきましたね。これまでのこうエピソードとか、なんかこう思い出とか。ケーキの上にそのプラスチックの蓋を乗せてオーブンやったら、オーブンがすごい爆発しちゃって使えなくなってありますか。雑聞きたがってないですよ別に。いや待ってますよ待ってますよね。やっぱりあの放課後ちゃんとこう机をきれいにして、引き出しの中をあのチョコレート入れるスペースを開けて帰る。エピソードが具体的すぎてリアルちょっと気持ち悪い。いやいや、皆さんお男の子はみんなやりましたよ。ちょっとあげるの恥ずかしいかも、勇気いるなっていう女性の方、心配いりません、みんな待ってますからな。なんかとりあえず思いを伝えるにはいいんです。もちろんです。あ、なるほど。バレンタインデーにおすすめの情報盛りだくさんでお伝えしますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います。